フランクリンアベニュー、ボタニックガーデン駅は、ブルックリンク、クラウンハイツにある、イースタンパークウェイとフランクリンアベニューの交差点に、位置するニューヨーク市地下鉄、IRT イースタンパークウェイ線と、BMT フランクリンアベニュー線の乗り換え駅である。以下の系統が停車する。1899年に、BMT のボタニックガーデン駅が、1920年に、 IRT のフラッシングアベニュー駅がそれぞれ開業し、1999年に両駅間の連絡通路が共用開始された。また、同年にミリーバーンズにより制作されたアートワーク、イルナナ・スクエアが設置されている。これは駅付近を囲む鉄のフェンスで構成されており、このフェンスは葉の形をしている。無料連絡通路があるためべての出入り口から、 すべてのホームに接続することができる。BMT フランクリンアベニュー線のボタニックガーデン駅は相対式ホーム2面と線路2線を有した2面2線のホーリ割り駅である。ボタニックガーデンという駅名は駅から2ブロック離れた場所にあるブルックリン植物園から来ている。駅は当初別の位置にコンシューマーズパーク駅として開業し1924年に ボタニックガーデン駅へと改称した。1928年9月30日に旧ボタニックガーデン駅を置き換える形で北にずれた場所に開業した。ニューヨークシティトランジットオーソリティは当駅を廃止するか、それとも改装を行うか悩んでいたため駅の状態はみるみるうちに劣化していった。 クラウンハイツとベッドフォードスタイベさんとの住民が1998年7月から1999年9月にかけて駅を改装して廃止をやめる用紙を説得した。1999年に北港ホームを経由することによりイースタンパークウェイ線の駅へ乗り換えることができる無料連絡通路が建設された。また、 改層に先立ちホーム有効長が伸びたためホームの半分がトンネル内、半分が掘り割り内となった。駅の改札口はホームの上にあり、南北ホームから階段が接続している。また、改札内で南北ホーム間を行き来することが可能で、南行列車からイースタンパークウェイ線列車に乗り換える場合は、南港ホームから北港ホームへ一度抜ける必要がある。 改札口には、回転式改札機と切符売り場があり、地上への階段が一つある。i r t イースタンパークウェイ線のフランクリンアベニュー駅は1920年8月23日に、開業した島式ホーム2面と観光線2線、急行線2線を有した2面4線の地下駅である。駅の改札口は、ホームの上にあり、南北ホームから階段が接続している。また、 改札内で南北ホーム間を行き来することが可能である。改札口には回転式改札機と切符売り場があり、地上への階段が4つある。フランクリンアベニュー線への連絡通路はホーム生誕に接続しており、フランクリンアベニュー線北港ホームにつながっている。南港ホ,ホームへ向かう場合は、ボタニックガーデン駅側でホーム間連絡通路を通る必要がある。 駅の東側にはイースタンパークウェイセントのストランドアベニュー線が分岐するロジャースジャンクションがある。南港は観光線、急行線ともにのストランドアベニュー線に乗り入れ可能で、北港は観光線、急行線ともにのストランドアベニュー線から乗り入れることができる。ただし、観光線、急行線間の分岐は考慮されていないため南行観光線から急行線へ、 国交急行線から観光線へ乗り入れることはできない。このジャンクションはラッシュ時のダイヤの深刻なボトルネックになっており、再建するためにはイースタンパークウェイ線の線路の配線変更などを含めた大規模な工事が必要となる。このジャンクションの再建は何度か提案されている。この計画は1967年の南東ブルックリン輸送調査で計画され、 その後1968年に行動計画の一環として発表された。またのエンジニアリング部門計画部門は1972年にこのプロジェクトを再検討した。1993年に、または1992から1996、キャピタルプログラムの一環としてジャンクションを再建するための7つの代替案を検討した。 同年2のストランドアベニュー線の東側の各層に分岐器を追加する、オルターナティブ4とジャンクション全体を再建する、オルターナティブ6という2つの計画の詳細な調査が提案された。nycsubway.org、ステーションリポーター、ミセレニアス、グーグルマップス、ストリートビュー、フランクリンアベニュー駅に関するカテゴリー、ボタニックガーデン駅に関するカテゴリー、 ありがとうございます。